ドナタス・モティエ・ユーナスは、リトアニアのプロバスケットボール選手。身長213センチメートルで、ポジションはパワーフォワードとセンター。なお、リトアニア語では、モティエ・ユーナスと発音されるが、日本語メディアにおいては、モティユーナスの表記も用いられる。16歳で、リトアニアの国内リーグで、プロデビュー。その後イタリアでプレーした後2011年の、 NBA ドラフトにエントリーを表明。全体20位でミネソタティンバー・ウルブズに指名を受けたが、ドラフト会議会再日の翌日にヒューストンロケッツとの間で行われたトレードで交渉権がロケッツに移動。2011から12シーズンはポーランドでプレーし、2012から13シーズンに NBA デビューを果たした。2016年2月18日。 三角トレードでデトロイトピストンズに移籍することが決まったが、モティ・ユーナスのメディカルチェックが不合格に終わり、その4日後、ピストンズがトレードの解除を申し入れたため移籍は実現しなかった。2月27日、ロケッツに復帰。シーズン終了後、制限付き FA となったものの、ロケッツとの再契約交渉が難航した状態が続き、 2016から17シーズンが開幕して以降も再契約には至らずそんな中、モティウェーナスは12月3日にブルックリンネッツが提示した4年3700万ドルのオファーシートにサインしたが3日後にロケッツが同額の契約を提示し一旦残留が決まったもののその後のメディカルチェックで再び不備が生じたこともあり12月15日にロケッツは モティエ・ユーナスと結んだ契約を破棄した。その後2017年1月1日にニューオーリンズ・ペリカンズとの契約合意に至った。2017年8月8日、CBA の三島高速、金星・アイダマクラブと1年300万ドルで契約した。2019年4月4日、サンアントニオ・スパーズと契約した213センチメートルのサイズは誇りながら、 フローターを楽々決めるなど柔軟なプレーを見せ、ドワイト・ハワードは彼は白いアキーブをラジュアンだと表現する。サウスポーだが右腕からもフローターやフックショットを決める。ディフェンスやリバウンドなどでも一定の評価を得ており、今やロケッツの成長株の一人である。ありがとうございます。